こんにちは、みよぶんぶんです。今回は富士工房さんにお仕立てをお願いしたものが一部お仕立て上がってきましたので、こちら開封してみたいと思います。若干見えてるんですけど、私も何が来たのか全然知らないので、めっちゃ楽しみです。それではどうぞ。普通に開けてきます。めちゃくちゃネタバレがめちゃくちゃある、もうすでにあるんですけど、開けてます。あと、このザンプが全部、この帯のザンプが全部来たってことは、帯は全部上がったのかな？帯は上がったくさい。割と残ってるっぽいです。よいしょ。上から、これはアンティークの長襦袢からお仕立てしていただいた半幅ですね。おお、触り心地がめっちゃいいです。かわいい。タイちゃんめちゃくちゃ可愛くないですか？タイかな私今知りました。半幅の裏を富士工房さんにで、なんか選んでいただいて、これめちゃくちゃ可愛いです。お花、なんかこの表のポップな感じと合っててめっちゃ可愛いです。今日はまずこれが1個目、で次がこれ、短いのが2本だから、これはじゃあ帯2つですかね。よいしょ。もうなんか夏なので、合わせのね夏だから合わせの帯はもうあれなんですけど、おお、これはこれはあれですね、もう一個の生地の方のやつ。おお、めっちゃかわいい。おお、すごい。この裏をお仕立て相談した時からちょっと後でご連絡いただいて変えていただいたんですけど、この絞りの青いやつめちゃくちゃ合ってて可愛いです。可愛い。これ上から、裏からちょっとね見えるのすごい楽しみです。見えるかな、見せたい。くすんだ感じで、これめちゃくちゃ締めやすそうです。ある程度摩擦力があるので、でも弱いので、ちょっとこれどうしよう、これ作り帯にしましょうかみたいな話してたんですけど、もうあした方がいいのかな。そしてこのなんか絞りのつぶつぶがめっちゃ気持ちいいっすつぶつぶしてます。が2つ目で、3つ目がこれ、ここは多分最初の生地の、あ、名古屋ですね。おー、かわいい。よいしょ、感じです。かわいい。このなんか水平さんが頑張って
船を引っ張ってます。やっぱ絹手触りがいいですね。これは裏がこの謎のモス、新モス説。これはなんかこれでめちゃくちゃ良くないですか。なんかアンティークっていう感じがちょっとするかなって思います。すごい雑ですけど、こんなかわいい。ワンちゃん、猫ちゃんいます。あ、港だからですかね。これが3つ目。じゃあ、あと着物が3つ。だから、しんのすけ上布3つかな。しんのすけ上布、6月は着れるかなっていう感じですね。もはや暑すぎて、私はもう、浴衣着たいです。あ、しんのすけ上布だ。おぉ、やったぜ。おぉ、ツートンのやつですね。ツートンのやつ。今見ても色がいいですね。綺麗。襟が青になってます。これちょっと着てみたら全然印象違うと思うので、ちょっと早く着てみたいですね。手触りがやっぱりしんのすけ上布はいいっす。気持ちいい。なんかしんのすけ上布着てるとなんか毛布に包まれてるみたいで、外でもすごくリラックスできる気がしてます。で、2枚目。お、あ、これが単色。なんか久しぶりに見るとなんか色合いがこんなんだっけみたいな。なんか単物に見るときとやっぱり押し立て上がって着物の形になったときでやっぱり印象って全然違いますね。かわいい、そして気持ちいい。パジャマですわ。2枚目。じゃあ3枚目がこれだ。お、島のやつだと思うんですけど、島ですよね。お、青い島いました。いた。後日ご連絡があって、島の出方を調整するためにちょっと身幅が、後幅がちょっと広くなってるはずなんですよね。なのでちょっとゆったりサイズかもしれないです。ゆったりサイズ、これ、あ、ここかな。この青の出方がちょっとあの今までの寸法だと細くなりすぎちゃうみたいな話だったような気がします。やっぱり玉虫感がすごい気がします。なんかピンクにも見える、ここのラインがかわいい。そして手触りがいい。あー気持ちいい。で、襟がこうか、この薄色でちょっとこの一番薄いのがちょっと出る感じで作っていただきました。かわいいぜ、かわいいぜ。おー、以上です。ちょっとしんのすけ上布は羽織ってみようかなと思います。まずこれ、ツートンのやつ。背中の中心で背合わせっぽくしていただいてます。おー、すごい、なんか大胆ですね。おー、なんか最近アンティークしか着てなかったからめちゃくちゃ大きく感じます、分厚い。今回は寸法を見たけど、繰り越しか、
調節していただいたので、あ、すごい。でももう来た瞬間に来たってこうすごくないですか。来た瞬間にもう何もしてない、何もしてないんですけど、めっちゃ綺麗じゃないですか。投射費なんですけど、すごい、かっこいい。あ、繰り越し調節したらやっぱり何もしなくてもちゃんと獲物抜けてくれるし、背中のダブつき感全然ないですね。すごいすごい。こう横から見てもこのなんだろう、おはしゃりの線がもうすでに揃ってる気がしませんか。なんか今までは後ろがすごい余ってて、結構後ろがダブついちゃうみたいな感じだったんですけど、え、すごい。しかもめちゃくちゃすっきりしている。あー、すごい。おー、もはや感動してます。すごい、大満足です。じゃあ次は無地で。サイズ同じなのでもちろんすごい着やすいです。まあこのちょっと上で結、さっきより上で結んだから、こんな、なんて言うんだろう、なんて言うんでしたっけ、これここがちょっとおはしょりから見えるかも。すごい、この色めちゃくちゃ、めちゃくちゃでもないですけど、この色ちょっと若干細見えになる気がします。おー、なんか陰影がすごい綺麗です。おー、そしてやっぱり気持ちいいです。新之助ジョブ、もうパジャマです。脱ぎたくないです。最後がこの島、サイズがちょっと違うはずなのでどう感じるかっていうところです。中はこんな感じで、この薄い色が、ここの薄い色ですね、これが雪中心と雪中心も合わせてポンポンポンってなってます。おー、かわいいですね。こんな感じになりました。濃い色、こうちょっと濃い色が前に結構多めに出てるので、ダウンロードで見てた時より結構大人っぽいというか落ち着いた感じの印象になりました。このなんか上前の奥身との切り替えのところに細くこの線ラインが入ってるのもなんかちょっと面白い。っていう感じです。もうちょっとなんか子供っぽいというか、もうちょっとカジュアルめというか、なんて言うんだろう、もうちょっと元気な感じの印象になるかなって思ったんですけど、意外と落ち着いた印象です。背中はちょっと自分じゃ見えないんですけど、どうですかね。寸法ちょっと違うはずなんですけど、正直あんまりわかんないですね。どれぐらい、そんな大胆に大きくしてないとは思うんですけど、ただいつもよりこの横の脇のラインが前にあるような気はします。見た目調節していただいたので、やっぱり前よりすっきりして着れる気がします。いい感じです。正直めっちゃいい感じっす。私の好みで袖は1色6
コさんでお仕立てしていただいてるんですよね。なのでこういったカジュアルな木綿の着物でもちょっとだけこのひらひら感が出ることで落ち着きではないですけど、ちょっとまあエレガントさが加わっていい感じかなと思っております。これこの帯とかしたらめっちゃ可愛くないですか？可愛い、めちゃくちゃ可愛くないですか？正直自画自賛、これ可愛いですね。今日着たいこっちも合いそうですね。めちゃくちゃ合いますね。かっこいい。なんかさっき知ったんですけど、鳩ってなんか平和の象徴だと思うじゃないですか。でも鳩ってなんか勝利を運んでくるみたいな意味があるらしくて、だからこれはもう勝つぜ勝つぜ勝つぜみたいなことですね。かわいい。大満足です。今回届いたのはこんな感じでした。すごい見事に青とか緑とか寒色ばっかりですね。でもこういう色がすごい欲しかったのですごい満足しています。サイズも変えたので実際に着てちょっとうろうろしたりするのがすごいちょっと楽しみです。これら使ってコーディネートとかサイズ変わってどなたかなみたいな感じもまた伝えてきてればと思いますので、よかったらチャンネル登録してお待ちいただきたいです。よろしくお願いします。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。